あ、どうもこんばんは、マリットです。では今回も龍が如く極みつやっていきましょう。これは前回サブイベントやってたところなんですけど、落とし物としてお守りを落としていったっていうところなんですよね。それで拾ったらこのイベントになりました。お守り落とすとか縁起でもねえな。今日こうなっちまったのもそれのせいじゃないのか。なんで私のせいみたいに言うのよ。悪いのは麻酔くんでしょ？ん？どうかしたのか？ええ。実は俺たち就活生なんですけど、今日はグループ PR の模擬選考会っていう、いわば面接の練習みたいなのがあって、今日この3人ともう1人でそれに参加する予定だったんですけど、麻酔ってやつが内定決まっちゃって、急に今日は来ないって言い出して、もうすぐ模擬選考会始まるのに、これじゃあ参加できないんですよ。せっかく練習したのにね。はぁ、あ。それは災難だったな。お前がお守りなんか落とすからだぞ。それは関係ないでしょ？人に当たらないでよ。おい、やめておけ。お前らで揉めてもしょうがないだろう。すみません。今ってお時間あったりしないですか？ん？どうしたんだ？僕たち、今日の模擬選考会のために頑張って練習してきたんです。それがこんな形で参加できないのが悔しくて。無茶苦茶なお願いだと分かっていますが、僕たちと一緒に模擬選考会に参加していただけませんか？俺がか？何言ってるんだお前。見ず知らずの方にそんなお願いできないだろう。でも、背筋ピシッとして好印象だし、落としたお守り届けてくれるくらい良い人だし。突然なお願いで申し訳ないんですが、協力していただけませんでしょうか？いや、さすがに俺は学生でもないし。はぁ、俺らはもうダメだ。なんでこんな目に遭わなきゃならないの？せっかく練習してきたことが報われないのはかわいそうではあるが、どうしようか。仕方ないな。しかし、俺で務まるのか？お願いします。本当ですか？大丈夫です。お願いします。僕は片山って言います。こっちが前沢くんで、こっちが水口さんです。ああ、俺は桐生だ。え？本当ですか？いいんすか？こんな無茶なお願い。何から何まですみません。よろしくお願いいたします。桐生さん、ありがとうございます。模擬選考なんですが、僕たちがアピールしているときは、相槌を打ったり、話を合わせていただけると助かります。桐生さんがアピールする場になったら、何か就活でプラスになるようなことをおっしゃっていただきたいです。いきなりで申し訳ございませんが、よろしくお願いします。仕方ないな。酔った勢いで変なものに頼んじゃったな。本日はよろしくお願いします。早速ですが、模擬選考会を始めさせていただきます。本日はグループ PR ということで、今から皆さんで皆さん自身の PR をしていただきます。それでは早速始めましょう。では、自己紹介からお願いします。前沢拓馬です。水口千佳です。片山和樹と申します。桐生一馬だ。本日は、いい天気だね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いい天気だな。バラバラじゃないですか。ちょっと桐生さん、何言ってんすか？そこはよろしくお願いしますでしょ？あ、すまん。それでは最初は、前沢くん、PR をお願いします。はい。では私から PR させていただきます。私が学生時代に熱中していたことは、フットサルです。フットサルのサークルに所属し、都の大会では2位に優勝することができました。1位にはなれなかったんだな。1位にはなれなかったな。確かにそれは残念ですね。ちょっと待ってください。2位でもかなりすごいですよ。ねえ、前沢くん。まあ。あと、サークルの親しい友人からは、潤滑油のような存在だったと言われたことがあります。これもよく聞く言い方だよね。お前は潤滑油で満足なのか？え？お前は会社の中で油みたいな存在でいいのか？会社を動かすエンジンになろうとは思わないのか？ちょっと、桐生さん。会社はいろんな人がいて成り立っているんです。いろんな役割があったっていいじゃないですか。
私の PR は以上です。はい。では、次は水口さんお願いします。はい。はい、私の得意は料理です。ポテトサラダなら誰にも負けません。なるほど。ちょっと意地悪な質問ですが、その特技は仕事でどう活かされると思いますか？それは、これだな。仕事で困ったら包丁をちらつかせるといいぜ。え？包丁を使って脅すってことですか？キリュウくん、何物騒なこと言ってるんですか？水口さんも話にならない。すみません。水口さん、他にアピールすることはありますか？そうですね。学生時代はインドに行って自分探しをしてきました。これだな。どんなカレーを食べてきたんだ？そうですね。豆のカレーが美味しかったです。インドのカレーは辛いのか。関係ない話ばっかりしてんじゃん。辛いというか、スパイスが効いている感じですね。で、カレーの話はもういいですよ。私はカレー探しじゃなくて、自分探しに行ってきたんです。そうだったな。すまない。私の PR は以上です。はい、ありがとうございます。それでは片山さん、よろしくお願いします。キリュウさんには何も言わないの？はい。では、私のアピールをさせていただきます。私は、大学在学中、ロボットに興味を惹かれ、ロボットの研究に没頭していました。これにしよう。どうやら片山は、通りで片山は少しロボっぽいんだな。緊張しているだけです。片山くん、テンパりすぎて話し方が本当にロボットみたいだよ。一旦落ち着こう。すみません。結果の出ない時期は辛かったですが、先生の助けも借りながら、なんとか結果を出せました。最後まで諦めずに研究を続けた経験から、私は何事も継続は力なりだと実感しました。恋愛も最後まで諦めずにアタックし続けろ。はい。キリュウくん、恋愛の話は今関係ないでしょ。それに、しつこい男は嫌われますよ。そうなんですね。僕の PR は以上です。ありがとうございました。めちゃくちゃだ。では最後にキリュウくん。キリュウくんは新卒ではないですよね。はい。ああ、社会人経験はあるな。不動産関係とか、指定暴力団とかやってましたね。ってことは中途採用ですね。それではいくつか質問させてください。前職は何をされていたんですか？ん？これまでは、龍が如く1の頃は、堂島組を破門されて、その後何をしてるのかわからないんですよね。不動産関係をしてた。これ多分まともな経験な答えなんで、極道だよな、これ。極道組織の一員だった。極道って。キリュウ君は、その、ヤクザなんですか？今は仇です。いや、今は仇。キリュウさんはその、怖い方じゃないですよ。今は緊張していて、言い間違えちゃったんですよ。キリュウさんは、こういう選考あんまりやったことがなかったみたいですし。そうなんですか？仇とか聞こえた気もしますが、そういうことならわかりました。キリュウくん、では次は。そうですね。ご自身のキャリアプランについてお聞かせください。5年後、10年後の自分は何をしていると思いますか？ 5 年後、10年後か。タクシー運転手っていうのは龍が如く5ですね。で、このご当地キャラっていうのは龍が如く6の時に小野道夫くんっていうゆるキャラをやってるんですよね。で、これは龍が如く3かな。じゃあご当地キャラにしましょう。ご当地キャラとかになってたら面白いな。なってたら、じゃなくて、真面目に答えてくださいよ。キリュウさんは地域に貢献しようとしているんですよ。まあ、広島ですけどね。東京じゃなくて。あ、そういうことだったんですね。じゃあ最初からそう言ってくださいよ。すまないな。そろそろお時間です。言い残したことはありませんか？はい。以上です。本日はどうも。いい天気だ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いい天気だな。
最初と同じこと言ってんじゃん。ちょっとキリュウさん、何言ってんすか。ここはありがとうございましたでしょう。ああ、すまなかった。それでは皆様、グループ PR お疲れ様でした。それでは、模擬選考は以上です。皆様、お気をつけてお帰りください。はい。全然手応えなかったね。ああ、いまいちダメだったな。はあ、あと一歩だと思うんだけど。うまくディスカッションできなかったようだ。惜しいですね。あとちょっとだったんですけどね。めげずに次の模擬選考会も応募しようよ。まだ選考本番まで時間はあるし。そうだな。すみません、キリュウさん。もう一度だけ付き合っていただけませんか。このメンバーなら次こそはいける気がするんです。もしご都合がよろしければ、次もここでやるらしいのでお願いします。本日は本当にありがとうございました。それでは俺たちはこれで。気が向いたら次の選考会も付き合ってやるか。いやー、なかなか大変ですけど、こういうハプニングもありますからね。ぜひこれから面接をするという方は参考にしていただけたらと思いますね。まあ、キルさんお酒に酔ってるってことなんで、まあ仕方ないですよね。じゃあ次行きましょうか。で、これですね。なんか怪しい人に絡まれてるんですけど、こっちの人なんともない顔してるんですよね。お金はいくらでもあるよ。いくら欲しいの？ああ、そうか、そういうことなんだね。金の問題じゃねえ。お前、自分何したか分かってんのか？僕は何もしてないよ。なんでそんなこと言われなきゃいけないんだ。とぼけてんじゃねえぞ。お前が俺の女取ったんだろうが。いや。違うよ、取ってないよ。金のない男は嫌だって言って、僕のところに来ただけだよ。うるせえ。お前が金をちらつかせて、そそのかしたんだろうが。二度と立てなくしてやろうか。暴力はいけないよ。うるせえ、ぶっ殺してやる。マネーゲーム。なんだ？物騒な話になってきたな。どうしようか。仲裁する。おいおい、やめておけ。なんだお前、うるせえな。お前には関係ないだろ。俺は頭に来てんだ。邪魔すんじゃねえぞ。まあ落ち着け。一旦頭を冷やしたらどうだ。落ち着いてられるかよ。俺はお前みたいな正義感振りかざす奴が嫌いなんだ。まずお前から黙らせてやる。面白い武器なんかないかな。あー、これじゃないんだよ、俺やりたいのは。ガスバーナー的なことをしたいんだよ。そう、なんでこんな目に遭わなきゃなんねんだ。ふん、覚えておけ。助けてくれてどうもありがとう。おかげで痛い目に遭わずに済んだよ。ところで君さ、僕を知ってたから助けてくれたんだよね。ん？ん？誰だお前は。え？知らなかったの？あはは、珍しい人もいるんだね。実は僕、IT 企業のスマートエデンの社長をやってましてね。みんなにはヒロヤンとして親しまれてんだ。よろしくね。ヒロヤン。君の名前は何て言うの？キリュウだ。キリュウさんか。何かお礼がしたいんだけど。何がいいかな。そうだ。特別にうちの会社の株を破格の値段で売ってあげるよ。株だと？今日のお礼に1000株を50万円で譲ってあげる。実はここだけの話だけど。もうすぐこの価値がぐーんと上がって、あ、いやいや、これ以上言ったらインサイダーになっちゃうよ。ああ。インサイダー？よくわからないが、これから価値が上がる株か。買おう。そこまで言うなら買っておこう。よし、じゃあ50万円だよ。まあ、こんだけお金あったら、まあなくなってもまあ仕方ないでしょ。はい、確かに渡してよ。もうすぐ価値が上がるから大事に持っててね。それじゃあ僕は用事があるから行くよ。しばらく歩いたらなんかあるかな。ちょっとメニュー見ればわかるか。株の動向を見守ろう。
やっぱりちょっと待ってればいいのか。しばらくその辺ぶらついてきます。あ、さっきの場所もうイベントになってる。もう一回行ってこよう。キリュウさん、キリュウさん、キリュウさん、僕のこと覚えてる？お、お前は確かヒロヤンとか言う。そうそう、ヒロヤンだよ。突然ごめんね。あのさ、この前売った株なんだけど、ちょっとした訳があって返してほしいんだ。あ、もちろん売った50万より高い70万で買い取るからさ。お願い。今すぐ急ぎで1000株必要になっちゃったんだ。お願いできるかな？70万か。あー、どうしよっかな、これ。売ったらなんか70万円で終わるけど、あー、どうしよっかな。まあ、どうせなくなっても別にいいよ。考えさせてくれでしょ。ちょっと考えさせてくれ。え？困ったな。じゃあ、80万でどう？ 50 万で買った株は80万だよ。かなりお得なお話だと思うんだけど、ダメかな？ダメだよ。まだちょっと足りないな。あとね、500万くらいあればいいんだけどな。すまないが、まだ踏ん切りがつかない。そうか。絶対売った方がいいと思うんだけどな。僕だったら売ってるよ。これで最後にするけど、本当にダメかな？1000株80万で、お願い。いや、売ることはできない。いや、すまないが、売ることはできないな。大事に持っててって言ったからね。そうか、わかったよ。残念だけど、しょうがないね。じゃあ、僕は時間もないし、行くことにするよ。お、また来たな。ちょっと回ったら来るか。あれ？なんかここに、さっきと違うのがいる。これでいいのかな。ヒロヤンとこの株売ってよかったな。ん？ん？ヒロヤンがどうかしたのか。知らないんすか？あそこの会社はもうやばいっすよ。そうなのか。何があったんだ。あー、失敗しちゃったかな。ヒロヤンがお金を持つようになってから、会社はほったらかしで遊びにしまくってるらしくて、経営がかなり傾いてたんですよ。聞くところによると、あそこの会社のナンバー2も会社を辞めちゃったらしくて、もうスマートエデンに未来はないっすね。あー、失敗したなー。そうだったのか。あれ？会社の倒産の真偽を確かめろ。おい、あれ、さっきの人じゃん。おい、ちょっとあんた、この前のヒロヤンとかいうやつをかばったやつだろ。ん？なんだ？誰だお前は。忘れたのか？ふざけんな。ヒロヤンとかいうやつに女を取られて、問い詰めてるところをお前が邪魔したんじゃねえか。ああ、あの時のやつか。ふん。でも、もういいんだよ。逃げた俺の女が帰ってきたからな。ほう？よかったじゃないか。なんかヒロヤンとかいうやつの会社、前から危なかったらしいんだが、ついに倒産したんだとよ。倒産？そうなのか。そんで、俺の女も愛想つかしたみてえだ。あいつの会社の株券はゴミくずとなったらしいし、全くいい気味だぜ。ガハ。俺の女も言ってたぞ。やっぱり金より愛だってな。愛の勝利だな。わはは。やっぱりなくなったんだね。この株券がゴミくず同然か。クソ。売っとけばよかったぜ。じゃあこれはもういらねえな。あー、捨てちゃったんだ。あー、惜しいことしたけど。まだでも900万くらいあるし、別にいっか。まあちょっとお金減っちゃったんで、次回あたりキャバクラバトルやりたいな。まだちょっと時間が短いので、もう一本これやりましょう。クランクリエイターです。で、求人を出すっていうのを使うと、まあお金を払ってスタッフを一人雇えるんですね。まあいわゆるガチャみたいなもんなんですけど、やりましょうか。お、SR じゃん。よろしくな。
で、さっきお金チラッと見ましたけど、さっきの株の話はなかったことになってます。ちょっと他の結果を見たいんで、次回違いがあればそっちの方やっていきましょう。で、まあ一旦ちょっとこれやりましょうかね。ステージ2個だけやったんですけど、まあまあ序盤で難しいんで、これでやりましょうか。建設業務開始だ。変なのがいらんすけど、気にしないでくださいね。やるぜ。それであの後何回かやったんですけど、なかなか難しいことに変わりなくて、基本的に敵は襲ってくるときにこの隙間の方を狙ってくるんですよね。でここをどれだけ隙間を抑えててもなかなか入り込んできて大変なんで、できるだけもうこういう入り口の間際のところを3人くらいで囲むようにしておけば、あんまり敵は来ないんですよ。あ、それでも入ってきちゃうんで、そういう時はもう仕方なく急いでやるんですけど、じゃあ回線で行きましょう。全体が画面見れればいいんだけど、見れないんですよね。でほらこうやって入ってくるんですよ。で下に見える数字がキャッシュって言われる、まあお金ですね、そのまま。で上に書いてある数字を使うと、そのキャッシュを消費して必殺技とかが出せるんですよ。なんでできるだけキャッシュが溜まるような戦い方をする必要があるんですよね。うわ、めちゃくちゃ囲まれて、序盤でこんだけ難しいんだから、ステージとか進んだらどうやって勝つの？勝てないかもしれないな。あー、ママが結構食らってる。てか強っ。回し蹴りみたいなのやったぞ。この緑色に光ってるのが回復アイテムらしいので、それを使っていけば回復できるんですけどね。あー、突破される。こっちのはもういないな。最終ステージはボスだけなので、ただボスが結構強いので、いい調子だ。
兄さんやられちゃった。真島建設、本日の業務は完了だ。難易度1でこれだからね、すごい難しいんだよね。よくやった、お前ら。で、集めたチップで強化すればレベルが上がりますね。どれにしようかな。あ、ユイヤ仲間にしたんだっけ。はい、それでは本日はこれで終了となります。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。